はい、まあ、ちょっともう一つというのはですね、はい、実は、まあ、皆さんご存知のように私の作った映画南京の真実7人の死刑囚、これがですねずっとアップされてたんですけども、はい、実は数ヶ月前ですか、突然削除されました。それから、つい、2ヶ月前ぐらいですかね、 YouTube の方から、広告が載せられないと、まあ、こういう通告で広告剥がしが起こりました、はい、まあ、こういうことがありまして、まあ、あの向こうのアメリカの下院議員2人が YouTube に問い合わせてる、中国批判的なものをやると削除されるっていうのはあるけれども、これはどういうことだったら、まあ、機械的なエラーじゃないかと検証してるという返事があるみたいな、後でもちょっとやりますけどね、はい、こういうことがありまして、我々としては、まあ、そういう単なる人種を差別したりね、こういうことは全くそういうつもりはありません。でしかし、まあ、あの中国政府の、ね、政策に対する、ね、こういうものの批判というのは当然やらなきゃいけない。そうなると、実はあと1回ですね、こういうものが起きるとですね、1週間我々 あのこのコンテンツがアップされなくなってしまう、はい、でそういうことがあってはならないんですけども、だからといって表現の自由っていうかね、我々のこう、単なる別に差別的なものではなくて報道としてね、きちんと伝えなきゃいけないことを曲げるわけにはいかない、いうことで、もう一つチャンネルを作りました。ちょっと見てください、はい、ここに2つ YouTube のこれ別館というのができました、はい、ね、もし何かあった場合は、こちらのねところにまたアップしようかと、思っております。ぜひここの第2チャンネルというのかな、はい、別館の方にも登録をいただきたいと思います、はい、私たちは本当にあの言論の自由、こういうもの、それから独立不義、そして、差別とは何だとかこういったことをねしない、正しいチャンネルとしてこれからもまっすぐにやっていきたいと思いますけども、向こうの解釈はいろいろありますから、こういうことで皆さんにね、ご登録も、第2チャンネルの方もねご登録いただければと思います。第1チャンネルの第1チャンネルというか今のこの YouTube は48万9千ぐらいね、あの行きまして、いよいよ49万に近づいている。まあなんとか、8月9月あたりにはね、50万いけたらなと、皆さんのご協力でと思っております、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい。